じゃあ今回からは、赤い KKR の使い方を説明していこうと思います。まず最初の状態に戻しましょう。皆さんがよく使われたら多分おそらくこんな何もない状態からだと思いますので、この状態からやっていこうと思います。まず、ホームフォルダーを開いて、この CPA がありますね。でそしてターミナルを開きます。ターミナルを開いたら、このターミナルはこちらのホームと対応してますので、ディレクトリを変えるために CD スペース、これでチェンジディレクトリになりますから、これであとこの中に入れてエンターをします。そうするとこのターミナルとこっちのディレクトリが対応することになります。そして、入力ファイルを作っていくことになります。まず in の中に、入力ファイルを作るのが一応通例になっています。見てみましょう。いくつか、入力ファイルの例があります。なので、計算したい系に近い、この入力ファイルの例を参考にして、プログラム、していけばいいです。で今回まず鉄からやってみたいと思います。鉄を開いて、で、おおむねこの入力ファイルの例はもうほとんど変更する必要はないですけれども、いくつかちょっとだけ、変える部分がありますので変えていきましょう。まず、ファイルの入力ファイルの説明ですけども、最初に C がついているのはコメントの行ということです。ですのでここの部分の行はもうコメントになります。で実際に、赤い KKR コードを読み込むのは C のついてない部分から読み込みます。そして、まず最初に SPC というのが読み込まれますけれども、 SPC はバンド分散図を描くときに使いますので、今回は、SCF 計算のために GO と入力します。 GO と入力すると SCF 計算がなされるようになります。なので最初はまず GO ですね。で次に、次の行がポテンシャルファイルの場所を示すことになります。データのディレクトリの、FE とファイルにポテンシャルファイルを書き込むということになっています。このデータというのは、例えば2002のこの赤い KKR のコードのところからこのデータというディレクトリがあるんですけども、ここのところの中に、FE という名前で、ポテンシャルのコードが書き込まれるということです。で、常にこの FEじゃなくてデータのスラッシュの後のところに好きな名前を書き込めばいいということです。別にこのどの名前でもいいです。例えば12345でも好きな名前でいいです。でこのようにして指定します。で次の行は C ですからコメントになってますね。でここもコメントになってますが、一応、どういう、ものに対応するのかと、値が入力ファイルどういうものに対応するのかということで上に例が書いてあります。例というか、対応するものが書いてあります。これはまずブラベ格子のタイプを入力します。鉄は BCC ですのでここに BCC と書き込みます。そして次は、A 軸の格子定数を書き込みます。ここに 5.27 と書かれています。これはボーア単位で書き込むことになってますので 5.27 ボーアということになります。そして次が、A 分の C、 そして A 分の B、 アルファ角、ベータ角、ガンマ角の角度になってます。で、このコンマの後は、で区切られてますけど、これは A が A 軸終わった後は今度は A 分の C、 A 分の B というふうに値を入力するということになっています。で、何も書いてないというのはどうしてかと言いますと、もう BCC というブラベ格子のタイプが決まってしまうと、 A 軸の長さを決めてしまえば A 分の C や A 分の B はもう自動的に決まりますから、何も入力されてないときは自動的に、赤い KKR を計算してくれます。そしてアルファベータガンマも90、90、90で自明ですから、ここも入力する必要はありません。で次に E デルタというのが入力になります。で基本的にここに書いてある 0.001 で十分ですけども、これはどういうものかというのを説明します。まず赤井先生の、じゃなくて赤井 KKR の、ホームページに入ると、ドキュメント&ノートというところがありますので、ここから、バンドストラクチャーエデュケーションというか、ところのものを開いていただいて、だいたい真ん中あたりに、フィギュア1として、書かれています。で、この図に書かれているものに対応します。計算は、複素関数論で習ったように、計算がなされますので、このようになっています。そしてこの E デルタの値を、変えていくと、状態密度の度数がどんどん変わっていきます。
で具体的にどういうふうに変わるかといいますと、概略的にはこの E デルタの値をどんどん大きくしていくと、このかなり下の方に、分かりやすい図があるんですけれども、こちらの、ローレンちゃんのブロードのように、この部分が、この E デルタの値を大きくしていくと、ここがどんどんブロードになっていきます。で、他の計算コードと合わせたい場合には、この E デルタのデルタの値を、変えて、他の計算コードと比較できるような、値にしていくといいと思います。どの値にするかは、ちょっと試行錯誤はいります。またそれは、比較の時に説明したいと思います。基本的にはこの値で計算していただければ特に問題はないです。比較他のコードと比較したい時だけ、ここの値を書き換えると大体認識しておけばいいです。そして、エネルギーワイドですけど、E ワイドですが、こちらは、こちらの部分に対応します。でも、こちらもほぼ変更する必要はないです。1.0 とか、1.0 とか 1.5 とか書かれています。あまり特に気にするものではないです。気にしなければならないのは、ここに書かれているように、コア状態と過電子、コアステイト、内核と、過電子、バレンスバンステイト、過電子体の部分のちょうど間に、間に入るように、間に入るというか、言い方が悪いですね。ここの部分が、コアに入らずに、このコアとバレンスの間に入るような、E ワイドの値に位するということです。そこがポイントです。多くの場合、1.0 とか 1.5 にしておけば、特に実用上困ったことは私はないですね。で、次に、リラティブのタイプと書いてありますけども、これは正式名はちょっと、これらのものの正式名はちょっと私が適当に言ってるだけなので、ちゃんとしたものにしてもらわなきゃいけないんですけども、こちらは何を指定するかと言いますと、スピン、軌道相互作用を入れるかどうかということです。で、このノン RL というのはノンリラティブのとですので、相対論の効果を入れないということになっています。で、次に SDF タイプという方ありますが、これは、交換相関ポテンシャルの指定です。多くの場合は、いくつか種類があるんですけども、MJW で10、ここに書いてある MJW で十分だと思います。で、MAG タイプ、マグネットのタイプですね。で、これは、スピンを入れるかどうかということです。で、MAG、マグと書いてあると、スピンを入れた計算になるということです。で、この、指がちょっと分かんないんです。このレコーダーかもしれませんが、レコードですね。レコードは、このポテンシャルファイルの、何番目のものを、過去何番目のものを取るかということです。ファーストの場合は最初の時ですけども、これは2番目ということなので、2つ前、SCF サイクルをした時に、現在の SCF サイクルから2つ前のところの、ポテンシャルファイルがある場合に、その、データを、ポテンシャルを取ってくる、入力ファイル取ってくるということです。で、最初の時だったんですけども、取ってくるということです。だから途中で計算を無理やり止まってしまったとしても、2つ前の計算のポテンシャルが問題ないものであったらならば、再開するのも容易ですので、このセカンドままのがいいです。特にここは書き換える必要はないです。で、アウトプットタイプというのがありますけども、こちらもアップデートのままで、特に変えたことはないです。で、この BZQ、多分ブリリアントゾーンのクオリティのことなんですけども、こちらは経点に対応します。多くの場合、Go の場合は4から6ぐらいの値を取ればいいです。実用上4からほとんど変えたことはないですね。4から6、8と変えたとしても、形成エネルギーなど計算してみたんですけど、あまり変化はなかった、ありませんでした。どうしても変えたい、気になる人は変えてみたらいいと思います。阪大の CMD に出席して、先生方に、聞いても大体4から6ぐらい取ればいいと言われると思います。5の時は、SCF 計算の時には4から6ぐらい取ればいいと思います。私は実用上、4から6、多くの場合4で済ませています。で、これがマックスイタレーション、M、
XITR、まあ、最大のイタレーションですね。繰り返しの計算の回数です。100って書いてありますけど、私の場合はまあ200にします。これは、SCF サイクルをしていくんですけども、収束しなかったらどれだけ繰り返すかってことなんですけども、まあ、200にしとけばいいと思います。で、次に PMI、多分ミックスなんですけども、これは、前回と今回の、ポテンシャルのミックス、そうですね、ミックスがポテンシャルのミックスを、混ぜるってことです。混ぜる場合は、大体この値でいいです。 0.035 です。ほとんどこれもほとんど私は変えたことはないです。ディフォルトも入力用意されている、ファイルのままでいいです。で次は、これは、おそらくナンバーオブアトムタイプ、あの原子の数がいくつあるかということですね。あ、原子っていうか、あの、なんていうんですかね、次の、ここの次のところで指定するこのタイプを指定するんですけども、それがいくつあるかということです。で今回は、1つ鉄だけを指定しますので1となっています。で次のところで、に進みます。でこのタイプというのは、元素名を書き入れます。で今回鉄を計算しますので鉄と入ります。で N コンプですね、これはおそらく、成分なんですけども、例えば、この KKR の計算は、この鉄のサイトに、他の成分、例えばニッケルとかコバルトとか他のいろんなものを混ぜた計算ができます。でそれが混ぜるものがいくつありますかということに対応しますけども、今回混ぜ物はしないの1になります。で RMT はこれは、まあ、ほとんどいじる必要はないですね。でフィールドも、磁場かける、あ、電波、あ、磁場かけるときなので、入力する必要はないです。で MXL はこれは最大の、L の値を入力します。鉄だ と、2でいいですけども、例えばもっと第3周期第4周期、例えば 4F 電子があるようなときにはどうすればいいのかということは気になるとは思うんですけども、もうこの2のままで変えたことは私はないです。で 4F があるときにはどうして2でいいのかって言いますと、実際にここに書き込まれていないものは、ローカルオービタルとして、計算されますので、2のままで、例えば、L が3のものはローカルオービタルが、計算に入れられて、処理されますので、もう2のままで変えなくて変える必要はないです。で、次に、原子番号を入力します。あの行が変わってますけども、あの行変えなく変わってても問題はないです。でに、あのなければ探し自動的にプログラムが探して、実際はこれは何もないので、この後ずっと探していってプログラム上、そして、次の数値を探していきます。プログラムで、原子番号が26ということです。でそして、ここが、成分比になります。例えば N コンプ2個を2にした場合には2成分ありますから、その比率を入力することになります。でここは鉄が 100% なので 100% です。これ小数点でも計算できますので、100.0 としてもいいです。でここセーブします。で次に、N アトムですね。次は、単位方内に、の、原子の座標を入力していくんですけども、それがいくつありますかということです。で、次に、英軸単位で、ここにコメントが書いてあるコメントついてますけども、英軸単位で、A 軸方向 B 軸 C 方向 C 軸方向の値を入力します。でどうしても A 軸 B 軸 C 軸の長さを、変えて入れたいという場合には、ここの下に、説明書きが書いてあるんですけども、例えば A、B、C とこの数値の後にすぐ後に ABC で入れると、 A 軸での0 A 軸単位での0距離、そして B 軸単位での距離、そして C 軸単位での距離ということになります。まあ間違えないためにこのようにして入力しておくのが一番いいかなと思います。ちょっと手間はかかりますけど。でその最後に、どの元素、ここにタイプと書いた、
名前、これ何のどういう名前でもいいです。例えば鉄1という名前でもいいですし、鉄ニッケルという名前でもいいです。まあこういう名前でもいいです。ちょっと例としてやってみますか。ああ鉄ニッケルとしたら、ここはこういうふうに鉄ニッケルという名前にしてやれ行えば、ここの座標にある、ものはこちらの設定こちらで指定してした、ものが対応するということになります。まあ、今回はちょっと元に戻します。で以上で、終わりますので、これでセーブします。でこれで入力ファイルは終わりです。そしたら、これを計算してみたいと思います。計算は、スペック X のスペースの、スペースの、このような形で入れて、in のディレクトリのスラッシュの、ちょっと説明忘れてましたけど、この鉄というのを使いますので、このファイル名を入れます。そして、これでエンターを押します。そうすると、計算が走ります。もうすぐに終わってしまいますね。で、見方なんですけども、これが、繰り返し回数で73回。で、モーメントが、スピンモーメントが 2.1649 で、トータルエナジーが、マイナス 2522.81 のニードベルグ。そして、このエラーが、どこまで収束しているかの対数値。で、正確には、まあ、前回と今回の差分を対数で示したものになります。で、大体このエラーがマイナス6あたりになっていれば、いいところです。まあ、機械が自動的にこの値になっているかどうか、赤い経験ある側が調べて、計算を終わらせますので、まあ、特に気にする必要はないんですけども、どういうふうに変化しているかを見ていただければと思います。で、これで、SCF が終わりです。では次に、DOS、状態ミストを見てみたいと思います。状態ミストはこの入力ファイルを少し書き換えるだけで済みます。あ、でもちょっと時間かかるので、今回ここで終わります。